台湾の新南向政策の成果の宣伝を強化しようと、外交部は今年もフィリピン、ベトナム、タイ、マレーシアの4カ国のマスメディアと提携し、台湾を紹介するテレビ番組エンブレイシング台湾を再度制作しました。外交部は15日にそのプロモーション記者会見を開きました。外交部の田中浩次長によりますと、今年は台湾の新型コロナウイルスの防疫の成果を軸に、台湾の民族と人情、防疫新生活の様子、世界に誇る科学技術とイノベーションと産業における応用の成果を紹介します。新型コロナウイルスの感染が広がる中、台湾は新型コロナウイルスの感染予防にお手伝いできます。しかもお手伝いしています。そして国際的な人道援助、国際医療の模範であることを強調しています。エンブレイシング台湾は8月よりフィリピン、ベトナム、タイ、マレーシアの4カ国のテレビで放送を開始しました。新南向政策対象国が台湾との交流をさらに促進しようとしています。